本日はよろしくお願いいたしますさあ、もう皆様感慨深い方々もいらっしゃるかと思いますがまずはじめにお一方ずつご挨拶をいただきたいと思います私からご紹介させていただきます最初、まず最初は北村匠さんです、えー、仲間が帰ってきましたはい。 まあ僕自身もねすごく感慨深い気持ちなんですけど、まあえてラフにやりますんで皆さんもどうぞあの楽しんで最後まで見ていただければなと思いいまますすお願いしますまあこうやって2ヶ月、ね、公開からもう2ヶ月経ってこうやって舞台挨拶やらせていただくことっていうのもなかなかないですし、まあ、こうやってね虹郎が帰ってきてくれてこうやって舞台挨拶ができて。 で、またこうやってね、二か月経ってんのに、たくさんの方が集まっていただいても、本当にありがたいなという気持ちでございます。そして、最後に、村上虹郎さんです。ただいま。おはようございます。えー 花見屋一虎を演じました村上ですお久しぶりですもしくは初めましての方もいらっしゃるかもしれません大変長らくお待たせしてしまいましたが、えー、こんな今日という日を迎えられて嬉しく思っておりますよろしくお願いします こうやって三人で通り目の仲間として一緒にお客様の前に立たれた今のお気持ちってどんな感じですか。そうですね。あのー、やっぱいつかといつか一緒にこの作品で舞台立てればなっていうのはまあ思ってましたし、まあそのまあ連絡も取ってた中でもちろんその。 元気そうだなと思いながらただあの僕付き合いも長いので僕が17の時から虹、まあ、郎は一緒にいろんな作品出たりしてきた中であの実はこの「リベンジャーズ」という作品で一緒になれたことを自分が主演でやってる自分のこの映画に虹郎が来てくれることっていうのはすごいそもそも感慨深いことだったのでまあ 改めて今この自分の横に虹郎がいてくれるっていうのは嬉しいですしまあ正直もう「リベンジャーズ」について話し尽くしたんで話すことがないという感じではあるんですけどごめんな <laughs> ごめんな話しすぎたんだ俺らう,、ね、うんでもで、ね、あの本当に素直に嬉しいですはい ありがとうございます。吉田さんも村上さんとは以前親友役で共演もされたこともありで、りねうん、そんな村上さんとこうして歌い拶に立たれるというのはどんなお気持ちですか、はい、いや嬉しいです。はい、やっぱりね、ねまあ皆さん映画見ていただいたんでわかると思いますけど、やっぱりマイキーとしては、やっぱり一番こ,うこの作品の中で思いがある人間 なったし僕個人としてもやっぱりこう虹郎が演じた勝虎とのこのバチバチみたいなものがあのメインだったので現場ではなんかまあそういう話がようやくできるのかと思いつつ、まあ、僕もいろいろ喋りすぎてきたので、うん、今日はもう虹郎にいっぱい喋ってもらおうっていう回ですかね。 僕らはうなずいてるだけかもしれないです、最後までマイク使さんマイクお願あったね、あったね、持ってないみたいな、メディアそうですよね、そりゃそうだ、本当に客席からも、村虹郎君をお帰りなさいというメッセージもたくさんありますけど、村上さん、こうして今、お二人がお話ししてくださって、どんなお気持ちですか。 いやなんか本当に多分、ね、こ,んこの日がないはずの日が、えー、こうやって生まれてもう事務所の人たちとかとも、まあ、どうにか「リベンジャーズの、ね」あの舞台説できればいいねみたいな話、まあ、舞台説じゃなくても何,何でもいいんですけど何かしらでこうギリギリでも助力できればっていうか参加できればなっていう話は。 たびたびしてたんですけど、うん。本当まあ、言い方あれですけど、最悪一人でもみたいなところはあったので、ここにね、お二人も来てくれて、かなりありがたいです。本当に、あの、なんていうんですかね、久々のメディアだし、久々の人前だし、緊張する部分はありますけど、すごくやりやすいですね、今日は。

なってしまいました。ね、意外と短かったし、意外と本当に早くて、意外と短かった。そうなんですよ。なんかね、もっともっと聞きたかったんですけど、もっと村上さんのね、いろんなお話も聞きたかったんですが、ただ一言ずつ皆様にはご挨拶を。 あのー、改めてしていただきたいなメッセージをいただきたいなと思っております、えー、まずはじめにでは引き続きになりますが村上さんから今日お越しくださったお客様そして300巻で見てくださってる映画館それからカメラの向こうのお客様にですねメッセージをいただければと思いますはい300巻ってすごいですよねだって本当はもうそんなにねリベンジャーズ自体は。 まあ一部公開されてると思いますけど結構ねもう閉じてたとは思うんですけど僕のために僕のためにだけではないでしょうけど本当にえありがたいですえいや本当になんかしみるんですよね久々にこういうところにいるのでこれだけやっぱり目の前に人が来てくれているっていう状態とかがわーってなるんですけど え僕のなんて言うんですかね半年1年弱、えー、こう停滞してたというか迷走してたというか、うんあのまあ、時には暗い時間もあったんですけどその時の自分の状態から考えると本当に今日という日は奇跡的な、うん、この日が来るかわからなかったけどもああ こういう日も来るんだなっていう感覚ではずっとありますね、えー、本当に皆さんのおかげですねありがとうございました